こんにちは、おしりみのちです。ブラックです。それでは今回もインフットボール2023アプリ版やっていこうと思うんですが、今回はですね、無料指名契約権ですね。今回そちらの選手紹介できればなと思うんですけど、今回紹介するのは2名ですね。ペドリ、そしてジェズス。今回そちらの2人のタレントポイントの振り分け紹介して、あとオンラインで結構ガシガシ使ってきたんで、オンラインのプレイ集もね、最後見せていければなと思います。ペドリはね、一応週刊 FP と、あとスペインパックとバルセロナパック、3回来てるんですけど、まあ、今回のペドリが、一応ですね、ポイント数が一番多いんですよ。だから能力で見るなら今回のペドリが一番強くできるんですよね。表 TV は今回ねこんな感じに育成してみて、これね何を意識したかっていうと、スピード特化ペドリなんですよね。左ミッドフィルダーでペドリをちょっとドリブル特化させたいなということで、スピードにここ 14F ってなんとスピード瞬発はともに86ということで、これ実際じゃあ使ってきてどうだったのかっていうと、めちゃくちゃ良かったです。もう週刊 FP のペドリを持ってたから、まあ週刊 FP のペドリっていうの使用感分かってたから、同じように育成してもつまんないなと思って、どうせだったらちょっと尖らせたいなと思って、最初はね半信半疑でちょっとスピード上げてどうなのかなみたいな感じで使ってみたんですけど、これがねまあプレイして見てるだけは分かるんですけど、予想以上に縦の突破のドリブルがめちゃくちゃエグいですね。ダブルタッチと、ルーレット、この2つの確定フェイントが持ってるっていうのもあるんですけど、まあパスとかもすごいいいんだけど、逆足の精度ですね、ここが最高最高なんですよね。ドリブルが滑らかなんですよね。グランダパス上げるのか、決定力を70まで上げるのかっていうのを悩んだんですけど、はい、決定力64よりも70の方がさすがに決めるね。70まで乗せるとキック力もね、そこそこちょっと上げたんで、ミドルシュートとかも相まってめっちゃ決めるだけじゃないけど、まあ、そこそこ頼ってもいいかなっていう。この選手のもう一個めちゃくちゃいいところがあるんですよ。ボールコントロールからボールキープでスピード瞬発速い選手っていっぱいいると思うんですけど、この選手のもう一個めちゃくちゃいいなと思ったのがパスなんですよ。これ今回パス全く打ってないんですけど83なんですけど、グワーって上がってきてラストパスがめっちゃ正確。デンベルもそうだし、まあ、ネイマールもそうだな、ソン・フンミンとかもそうなんですけど、やっぱ足が速くて縦突破できる選手っていっぱいいるんだけど、だからラストパスがどうしてもずれる。だからこの選手ってこのスピード感で突破力でパスも上手いんで、結構えぐってからのパス、ペドリがドリブルブワーして相手を引きつけて裏にスルーパスとかっていうのも蹴っていける選手なんで、こういう選手は稀というかあんまり今現状はなかなかいない。まあ、かなりいい育成ができたかなっていうところ、うん、はい、実際に使っていて強かったんで、まあそこら辺はねプレイ集とかも、はい、見てもらえれば分かるかなということで、はい、続いてこちらガブリエル・ジェズス。ジェズスは、おもちゃ TV の無料指名契約の方でパラメータ振ったんですけど、その通りにしましたね。まあ正直おもちゃ TV の方はもうアーセナルパックのジェズス、もうだいぶ昔から強いって言ってるんで、まあこの無料指名契約のジェズス、まあ弱いはずがないし、まあ使用感も分かってたんで、これはこの育成で間違いなく強いです。タイプ的にはどういったタイプかって言うと、ロマーリオに結構似てるかなっていう、軽いんですよね、すごい。背負った時に反転してくるっとこうかわすことができたりとか、やっぱりボールキープも85まで開けてるんで、タッチが1個入ったりとかするんですよね。でボディバラがやっぱり高くて瞬発力が高い選手なんで、あの反転も早いし、次のあの行動に移す動作も結構軽いっていうことで、まあ使っていて本当に軽い選手なんで、まあおすすめの気温は結構前半から僕は使ってましたけど、後半とかからスパサブ的な感じでガチで使うんだったらありなのかなって気はしますね。まあジェズスのプレイ集もあるんで、はい、そこもねしっかり見ていきましょう。はい、ということでペドリとねジェズスの、まあ、オンライン戦のプレイ集見ていこうと思うんですが、まずこれペドリですね。このボールタッチなんですけど細かいんですよね、すごい。でこの速さね、うん、でルーレットあるんでここねあのガバッとかわしていけるっていう、でこっからあとはコンカっていうね、あそこら辺まで近づくと結構コンカ入るかなって印象がありますね。この辺のやっぱりボールタッチは細かいんで、一個ね、結構ドリブル中にクッと入るんですよ。これでもやっぱ足の速さ上げた甲斐はあるよね。そう。だから脚力14上げたペドリっていうのは、ドリブルの精度がまあ半端なくいいかなっていう。ここもペドリですね。これいきます。ドリブルで。見ててください、これ。速いですからね。めっちゃ。うん、おー、マジで？ここに入っていけるんですよ。で、この速さで入ってくるじゃん。で、このパス。うん、もうねジェズスなんですけど、これ最後決めたの。なんかでもさ、90代にした足元90代にしたさペドリ、うん、と比べてボール持ちにくいみたいなのあんの？全然ない。え？なんかぶっちゃけ足の速さを感じるより、あ、なんかそっちの方が速っみたいな。だからぶっちゃけこの86ぐらいでも全然なんかボールは持ちやすかった普通にって感じですね。でこれジェズスですね。ジェズこういうの多いですね。なんかその事故ってみたいな、うん、結構ねあのなんて事故らせることができる。まあチェーシングついてるからね。そうだ、パスが本当にこうジェズスね、ここ反転ね、でこれペドリ、これ、ね、反転がいいんですよ。バカって来られてもね負けないっていう。でここでちょっと角度作って中入ってって、こっからコンカっていうね、意外と決めるんですよね。70が普通に。ここもジェズスだね。ここなんですよね。このジェズスの相手を背負ってくるって反転することができるんで、あのこれすごいいいプレーなんだよね。うわっぴより反転は早いですからね、本当に。
で、ここをペドリがダブルタッチで決めて、ちょっと角度作って、ここから打っていくと。ああ、当たったね。当たる時もあるっていうね。で、ここもダブルタッチで1枚かわしてっていう、こんな感じでスーッて入ってきますね。ルーレットとかも入れながらね。で、ここ当てて、ジェズスで、ここで最後ペドリなんですけど、ここを外していく。まあ、こういうのはさすがに決まんねえな。まあ、ワンタッチシュートは持ってないからね。って思った。やっぱり。いろいろね、打ってみたんですけど、ここもジェズスなんだよね。異常にボール持てる。で、ここ、スッて入ってきたね。普通に決めていくっていう。ボールで持てるセンターフォワードなんで、そこいいね。これすごいね。これダブルタッチでずらして、こっから相手のゴール前まで入っていっちゃいます。すごいな。これね、すげえ早いのよ。やっぱ上げた甲斐あるな、これ。で、こうパス見てほしいんですよ、左の。おい、これもうジェズス一回外したんだけど、これリプレイでお見せしますけど、ダブルタッチでずらして、もうあとはスペースに向かってドリするだけで、もう足くっついてんだよね、結構ね、ドリブル中に。で、2枚来るんですけど、もう1枚振り切って、で、ここまで入ってきて、ここ減速しないでそのままパス出せるって、これがでかい。この減速しないと結構パスがずれちゃうんですけど、もうそのままの勢いで入っていってパス出せるっていう。まあパス数値もね、83? そう。まあもっと上げてる人とかもいるんだけど、そう。まあでもなんかこれでも十分かなって感じですね。うん、これね、ジェズスのこのドリブル、これも見てほしいんですけど、リプレイで。ここでまずトラップダッシュして、1枚ここで簡単に外す。で、こうやって減速する。で、ここの間を抜くと。で、ここ入ってきて、ここもちょっと減速して、キュキュッと。ここね、キュキュキュッっていう、この、あの、ダッシュと低速ドリブルのこの組み合わせ、これペドリもそう。ここも低速ドリブル入れて、引きつけて、ここで1枚カイルウォーカーかわして、でもう1枚ここもかわしてパス。これはチキン、うん、これあれシュキャン、あ、いや、あれ普通打ったんですけど、ジュースが外したっていう。ドリブルのこの切れ味が2人ともまあめちゃくちゃいい。本当に軽いんでね、同じ局面だね。ここもここも同じ1枚で、今度は2枚自分でいっちゃおうっていう、ね、2枚を簡単にかわしていくこともできるっていうね。普通にちょっとずらすだけで本当にかわせるんで、めちゃくちゃドリブルしやすい。ここもジェズス、これ、ここもちょっとわかるでしょ、あのこうドリブルダッシュ入れてんだけどダッシュ抜くっていう。で、ここまで入ってきてペドリに出して、こう縦のルーレット決めていくっていう。で、左足で決めていくっていう、うん、だからもう本当2人ともね、めちゃくちゃドリブルしやすかったですね。しかもペドリは両方打てるしね、はい、その両利きだから、まあ、だからルーレットした先で左ですぐみたいなことがまあできるんで、決定力70上げた意味はあったかな。このね、2名の無料契約でできるのは、まあ、取っといた方がいいかな、本当おすすめなんで、はい、まあ、育成の方もね、一つ参考で、ね、してみてほしいなというふうに思います。この動画が役に立って参考になったよって方は、ぜひチャンネル高評価で応援していけると嬉しいです。としょーさらっぽー。